猫パラ。くれちゃんが全部手配してくれたんですよ。すっごい可愛いですよね。不憫に思ったしぐれが用意してくれた。これでご主人もソファーで寝る日々からさよならだね。でも余裕。羨ましいですか？しぐれがご主人もきっとそう言うだろうから。主人ベッドも負けず劣らずバインバインのふっかふか。どうですどうです、ご主人様も嬉しいですか？しぐれの兄思いな心にはほんと頭が下がるね。またのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。メニューはこちらになりまして、おすすめはこちらの看板です。お待たせしました。季節のミルフィーユとチョコモンブランになります。あ、店内でのご飲食でしたらばこちらへどうぞ。メニューはこちらになります。お会計はこちらで。ドライアイスをお使いですか？
神様、フルーツショートケーキがもう少ないです。あとシュークリームも。ご主人、誕生日ケーキのオーダーもらった。注文書をここに入れとく。
楽しいからね。それだけだから、ほんとそれだけ。にゃはは、バニラの方は赤いぞ。そんな子は掘ってふにふにしちゃろう。ふにふに、別に赤くの、ほら、食べてる最中はダメだってご主人も言って。猫パラ、鈴持ちの明日への第一歩、準備はいいですか？ショコラ、バニラ、オッス、準備 OK であります、しぐれちゃん先生。オッスオッス、私も OK でありまする。いいですか？鈴持ちに必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、復唱。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前。試験なら今の罰ですよ、罰。資格の勉強の仕方を教えてくれなんて頼み事なんかすっからだよ。ここ数日、しぐれのテンションがガチ上がりでマジ困ったもんだったぞ。
花椒様に頼られたことが本当に嬉しかったみたいでね。お店のお休みまで待ちきれない様子で、代わりに私たちが勉強を教えられたりしたよ。いいですか。そもそも単独行動許可証というのはですね、人間界の常識やルールを理解して猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか、これを乗り越えた猫こそが本物の猫たりえるのです。そんなそこらはまだ本物の猫じゃなかったんだ。どうしよう。まあ猫は猫だからそんなうろたえなくても大丈夫。落ち着いて。バニラ、そんな悠長なことを言っていてはいけませんよ。早く立派な一人前の猫になるという気持ちこそが自立した猫としての大事なことなのです。ショコラもバニラも早く兄様のパートナーになりたいでしょ。おっ、ご主人様のパートナーになりたいです。おっ。まあとりあえずショコラのパートナーであれば、あとはクビにならない程度に。バニラには覇気が足りねえよな。ポケットだけマイペースつうか、バリ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 。ちゃんとやることはやるから、やる気が表面に出ないだけだよ。バリバリバリ。人の世では論より証拠と言います。私が口で説明するよりも実際に体験した方が早いでしょう。まずは小豆のお手本を見せてあげましょう。小豆、長子の猫として松前たちに鈴持ちの猫たる姿を見せてあげなさいな。なんだめんどくせえな。ギャラ出んだろうな。ギャラ。小豆ちゃん、よろしくお願いします。よろしくね、あずき。では、鈴持ちの猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、ここに猫まっしぐらな脂の乗り切ったテラッテラの大トロがあります。こんなこともあろうかと用意しておいたのです。ということで言えば、兄様への愛にございます。そのような意図小さきことは置いておきまして、普通の猫ならば目の前に大好物を出されたら本能的に飛びついてしまいます。ですが、これを小豆の目の前にぶら下げても、今のは悪い例です。小豆には後でお仕置きをするとして、ココナッツ耐久猫じゃらし。ココナッツ、準備はいい？お任せください、シグレ様。行きます。兄様、よくご覧くださいね。小豆とは違うところをお見せしましょう。頼みますよ、ココナッツ。はい、せい。おお、さすがココちゃん、すごい、すごいノーリアクションなんだよ。まったく
気にする素振りすらない、まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。この程度のこと、しぐれ様の猫として当然だし、こんなの何時間でも続けられ。どうしたのココちゃん。ココナツも試験にはほぼ満点で合格してるはずなのですが、あれ？